いよいよここからオフロード地帯に突入してきます。では楽しんでいきたいと思います。まだ走って1キロも経ってないですが、この感じ見るともともと舗装路があったところが、砂利とかで埋もれてるっていう感じの道路から始まってますね。わあ、綺麗。入りてー。帰り入ろうかな。超綺麗や。ロードバイクじゃ無理ですね。今回装着しているのがグラベルキング SK43C です。こういった砂利、細かい砂利、最も得意としているタイヤを選んで履いてきました。前レビューでも言いましたけど、オンロードではきついんですけど、というところでは特化しているタイヤですね。 43C っていう太さも、グラベルキングの 700C ではマックスの太さなんですけど、マックスの太さで、あら良かったなって思える今路面状況です。すごく伝わりづらいと思うんですけど、
今ね、横の景色が、海なんですよ。で、結構登ってきたんですけど、なんて言えばいいんですかね、もう今山の平坦を走ってるって今ルート、若干登りとかあるんですけど、イメージは尾根を走ってるような感じで、横の景色が海望めるので、とても気分がいいです。今海が見えたのでお見せしたいと思います。こんな感じ、セコイア並木に到着しました。緑が生い茂ってます。お疲れ様でした。